さん何のイベントか知ってますか？知ってますか？知ってますよね。はい、今日はですね、ジモキャラ総選挙の表彰式ということで、はい、まずジモキャラ総選挙とは何なのか、はい、もうお姉さんがご紹介したいと思います、はいはい、5月12日からですね、6月22日まで開催されていた中日新聞主催のジモキャラ総選挙。これはですね、地元に愛され、地元を愛して応援している、キャラクターたちを、ね、今度私たちが応援してあげようと、はい、そういうイベントが行われていたんですね。実は知ってましたか、皆さん。知ってましたか、はい、今回で4回目になりますけれども、そうですね、はい、今日はですね、今からこの選挙管理委員長を務めたパンキングと一緒に上位のジモキャラの順位の発表と表彰式を行います。すでに8位まではですね、中日新聞の紙面で発表されておりますので、今日は7位から1位グランプリをですね発表したいと思っております。皆さんですね、キャラクターのみんなにたくさんの拍手や声援を送ってあげてくださいね。よろしくお願いします。順位発表の前に、はい、今日はスペシャルゲストをお呼びしております。じゃあ早速呼びましょうか。じゃあパンキングもう少しこっちにおいで、はい、はい、去年のジモキャラ総選挙グランプリになりました愛知県知立市のチルピです。どうぞ。はい、一緒に登場していただいたのは主催の中日新聞社広告局の小林さんです。こんにちは。はい、ありがとうございます。チルピもね、パンキングともね、何回も会ってるので仲良しになってます。ね、チルピ今年もね、すごい総選挙盛り上がったよね。はい、チルピもね、すごく応援してくれてました。はい、小林さん、今年の総選挙の総括をお願いいたします。はい、改めまして、こんにちは、中日新聞ですけれども。ジモキャラ総選挙で、昨年ね、こちらの知立市のチルピが見事優勝して一躍人気者になりました。今年もですね、総選挙終わりまして上位に入賞したキャラクターの子たちがたくさん来てますんで、せっかくの機会なので皆様、それぞれの街のですね、魅力を知ってもらって、帰ってもらえればなと思います。それから今回の選挙ではもっと地元の方、地元を応援しようということで、応援ソングを作りました。そうですね、これパンキング隊の皆さんと一緒に、動画も兼ねて、ダンスも作ってもらって、はい、みんなで盛り上げていこうということでありまして、今日は後ほどそのダンスもね披露したいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。小林さん、チルピ、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。チルピと小林さんでした。ありがとうね、また後でね、バイバーイ。可愛いですね、はい、今日はね、可愛いキャラクターがまだまだたくさん登場してくれますので、皆さんお楽しみに。では、早速皆さんお待ちかねの順位の発表に移りたいと思います。はい、それではまず第7位、三重県志摩市の志摩子さんです。はい、志摩子さんです。おめでとうございます。はい、志摩子さん、どうぞ。はい、伊勢海老やアワビ、カキなどの海の幸が特産品の志摩の海女文化の PR と志摩市の観光 PR を頑張っている志摩子さんが去年に続いて7位優勝です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。志摩子さんはこういう服装で海に潜って美味しい貝や海藻を取ってくれるアマさんのキャラクターなんです。アマさん、はい、もうすぐアワビが旬の季節だけど、志摩子さん、今年のアワビの出来はどうですか？どうですか？あ、何か言ってる？聞いてあげて。あ、とっても美味しく育っているそうなので、ぜひ皆さん島に遊びに来てくださいね。だそうです。おー、今年もね、いいアワビが取れますね。はい、なんか本当にね、はいはい、おめでたい話題が。そうなんです。海女漁の技術が国の重要向け民族文化財に指定されたそうです。そうなんです。国の指定に、このね、島の海女漁の技術が、ね、はい、指定されましたね。海女さんもね、うん、減ってるので、ちょっとお姉さん、どうですか？ちょっと潜ってみようかな、私、はい、技術をちょっと習得してみ
みてはどうでしょうか、はい、ぜひね、美味しいね、アワビや海の幸が取れる島に皆さん行ってみてください、はい、島子さん、おめでとうございました。はい、ありがとう、ありがとう。じゃあこちらからどうぞ。はい、では、次行きましょう。はい、お姉さん、ありがとうございます。じゃあ、6位の発表に行きたいと思います。はい、いいですかね。またまた三重県明和町からですね、メイ姫です。拍手、おめでとうございます。はい、女の子が続いておりますよ。はい、三重県明和町のメイ姫ちゃんです。明和町にはですね、大昔に西空と呼ばれたこの拠点だった場所が、ね、ありまして、そこの西空歴史博物館ではその頃の様子をお勉強することができるんだそうです。で、メイ姫ちゃんはですね、当時活躍していた西王様という伊勢神宮に仕えていたお姫様なんです。お姫様、お姫様、うん、おしゃれだもんね、かわいいし、ね、チヤホヤされるのが大好きなので、この6位はすごい嬉しいんじゃないかなと思います。メイ姫ちゃん、おめでとう、おめでとう。歴史博物館にはですね、そう、さっきも言った通り、いろんなね、お勉強ができるところがたくさんあるんです。お衣装着れたりするんだっけ。お衣装着れたりするんだよね、そのポーズが。なので、ちょっと女の子とかはね、ぜひ行ってみて、今では着られないようなお洋服とかが着れるので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。メイメちゃん、みんなにじゃあちょっと可愛いポーズでアピールして、今日もチヤホヤしてもらいましょう。やった、どうぞ。ぜひ、明姫が住む明和町へ歴史の勉強に行ってみてはいかがでしょうか。6位の明姫ちゃんでした。はい、ありがとうございました。また後でね、明姫、バイバーイ。バイバーイ。はい、それでは続きまして第5位の発表です。南知多の美味しいフルーツや海産物がこんなに可愛く生まれ変わりました。フルーツ体の愛知県稲沢市からイナッピーです。
紹介してもいいかな、イナッピーのこと。ありがとう。はい、実はですね、イナッピー去年の6位から順当に順位を上げての今年4位ということで、裸祭りは毎年すごい人なんですが、はい、イナッピーもあの大混雑の中で参加してるの、うん、裸祭り。元気のいい返事だ。もうすっごい深くうなずいてくれましたけれども、ちなみにですね、真冬にあるという裸祭り、はい、次は来年の2月に行われるんだそうですね、イナッピー。また寒いだろうね。ね、また寒いけどね。でも裸っていう、そうでも熱気がすごいんだよね。すごい。ね、みんな大丈夫、風邪ひかないでほしいですよね。はい、まあ、風邪ひかないためにもそうやって元気よく言おうということでしょうね。そうだね。で、あの、まあ、来年の2月にまたあるわけなんですけど、はい、すごい迫力なので、ね、イナッピーに会いに、そして皆さん裸祭りの迫力を見に遊びに行ってほしいなと思います。なになにこれ、何、読んでくれる、読んでくれる、読んでる、読んでる。ありがとう。ラムネ。はい。一つ1個イナッピーなんですけど、うん、もう1個イナッピーからお知らせがあるんですよ、はい、皆さん。実はですね、稲沢夏祭りというのが、ね、8月26日にもうすぐですね、あるんですが、はい、終わり最大のナイアガラ花火が有名ということで、ナイアガラ、まあ、ちょっと2月まではちょっと待てないな、イナッピーに会いたいなっていう人はぜひ8月26日の終わり最大ナイアガラを見に稲沢夏祭りに行ってみてはどうでしょうか。はい、はい、ということで4位になりましたのは稲沢市のイナッピーでした。ありがとう、おめでとう。ありがとう、イナッピー。元気をもらえますね、イナッピーからは。本当にやっぱ見てるね、方も元気になるっていうのがやっぱり地元キャラたちの魅力だと思うので、もう今日このステージだけでも皆さんお分かりいただいてるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、はい、では次は3位の発表になるんですけれども、はい、ここでですね、3位の発表の前に、前にね、ちょっと小林さんからもお話がありました、今年から開催されました地元キャラダンスコンテストのグランプリを発表したいと思います。はい、地元キャラダンスコンテストの表彰式に今から移りたいと思います。これはですね、はい、今回、地元キャラの皆さんに勧め地元マーチというね曲を、はい、まあ、私たちパンキング隊と、あとアイドルグループのアモレカリーナ名古屋のみんなでお手本動画を、先にね、はい、上げてたんですけども、その投稿を見て地元キャラたちにも踊ってもらったんですけども、はい、いろんな場所で撮影してくれたりとか、あとその町のたくさんの人たちと踊ってくれたり、またまた歌詞を上手にアレンジしてくれたりと、もう本当に力作ぞろいの作品となっておりました。はい、すでに中日新聞の紙面で発表になっていますが、はい、グランプリは愛知県豊山町が失礼しました、筑仁くんです。はい、筑仁くんに登場していただきましょう。はい、今日は筑仁と一緒に踊ってくれた豊山町の皆さんがお越しになっています。筑仁くん、どうぞ。はね、もう本当一番に動画をね、なんか練習動画を上げてくれてたんですよ、ね。で、もう本当にたくさんの町の人を巻き込みながらですね、撮影してくれていたのがすごいお姉さんたちも印象的なんですけれども、地域の子どもたちだけじゃなくて町長さんとか、はい、ちょっと消防団員さんとか、はい、まあ、本当に壮大な作品になっていたんですけど、お姉さんはちなみに。私は町の NPO 法人の豊山町まちづくりサポーターというものを書かせていただきました。そうなんですね、そんなところからも、うん、ありがとうございます。例えばダンスで、はい、苦労したポイントとかをあったら聞きたいなと思うんです。どこが難しかった？あ、聞いてる聞いてる聞いてるよ。サビのここですね、ここの時の、うん、もうちょっと確かに難易度上げたんです、うん、そうなんです。最初
はこの後最後にね、あと皆さんにもですよね、一緒に踊っていただきますのでお楽しみということで、はい、ダンスコンテストのグランプリはシクリンくんでした。ありがとうございます。では、はい、総選挙の発表に戻りたいと思います。はい、はい、それでは第3位去年の8位から大躍進、愛知県清須市を流れる3つの川の妖精ウルルンです。ウルルンです、おめでとう。おめでとう。はい、来た来た。はい、清須市を流れる3つの川は五条川、庄内川、新川の3つですね。はい、ちなみに去年は8位だったのでギリギリドームに来られなかったんだよね。そうですね、残念でしたね、去年は。はい、第1回は21位、第2回は13位、第3回は8位、そして今回3位ということで、素晴らしい、ね、素晴らしいです。順当に上位になってきています。本当に素晴らしいです、はい、そうです。今日は清須市役所の倉城さんも一緒に来てくれました。はい、それではコメントをいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。こんにちは、清須市から来ましたウルルンです。あれはい、今年はですね3位ということで、まあ入賞というか、まあ、3位のメダルもいただきまして、うん、素敵なメダル、頑張りました。はい、はい、ウルルンですね、市内を流れる、まあ、3つの川に住む妖精ということで、うん、ウルルンに出会えると願い事が叶うと言われております。で、まあ、今日皆さんですね、ここでウルルンを見ていただきまして、まあ、願いが叶うかもしれません。ただですね、市内には清洲城もございますので、ぜひ遊びに来ていただいてですね、ウルルンにまた出会っていただいて、願い事が叶うようになっていただくといいなと思います。はい、ありがとうございます。ちなみに倉城さん、最近七夕だったんですけれども、なんかウルルンに会って願い事したこととかあります？僕はないですけども、はい、市内の小さいお子さんとかはですね、うん、願い事をしてですね、はい、叶った子も多いとか少ないとか聞いてますが。そうなんですね。まあでも会えるだけでね、こんなに可愛いキャラクターに会えるだけで本当嬉しいと思うので、うん、小さい子供さんとかは、はい、ね、よかったんじゃないかなと思います。そうですね、ぜひ皆さんも、ウルルンに会いに清須市に遊びに来てください。そうですね、はい、ぜひ皆さん行ってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。また来年はですね、また上を目指して頑張ります。そうですね、もう本当に21位、13位、8位、3位と来てますので、はい、ぜひ来年は1位を狙って、皆さん応援お願いします。はい、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵なメダルをつけてるので、皆さんそこにも、ね、注目してほしいなと思います。はい、ではでは、ね、どんどん残りが少なくなってきました。まだね、出ていないキャラクターどれかなって考えながら、そうですね、はい、見てほしいなと思うんですけれども、はい、ではいいですか皆さん、次は2位の発表になります。第2位、みんなの願い事を天の川に届ける願い事の精、愛知県安城市安城七夕祭りのキャラクターキーボーです。おめでとうございます。そうだね、キーボーはですね、元気いっぱいなんですよね。はい、キャンピーに続きね、もう暴れまくるという、本当にせいかお姉さん紹介するキャラはすごい元気ですね。そうだね。
お願いしたいなと思います。あ、はい、ありがとうございます。あのおかげさまで2位になりました。あ、皆さん応援いただきありがとうございました。あの去年あのチルのチルピで、あの一昨年があのカリアの笠原君が優勝したこのコンテストなんですけども、あの隣町なんですよね。だから我々としてもぜひ、ちょっと3年連続西三河地区から優勝できなかったので、残念ながら2位だったんですが、ただここでこうやって皆さんの前で PR させていただくだけでもですね、非常にありがたいです。っていうのも、あの規模はあの安城七夕祭りの公式キャラクターでございまして、もう1ヶ月もしないうちに安城七夕祭りが開幕します。今日はちょっとたっぷり PR させていただいてもいいですかね。そうですね、あの今日2人ついてきました。ただ規模は人の話全く聞いてない様子ではないかなと思うんですけども、まあ、これが普通なんですね、キーボーの元気さん、はい、あの聞いてた、キーボー聞いてないですよね、聞いてないというジャンプも高い。いや、すみません、今日はあの2人、あの美女連れてまいりました、はい、そうですね、安城七夕神前大使の青原桃香でございます。はい、じゃあぜひね、あの安城の、はい、PR をしていただきたいなと思います。わ、はい、かりました、はい、じゃああの青原桃香と、はい、高島舞の方から、はい、七夕祭りの PR をちょっとさせていただきます。はい、お願いします。キモ聞いてるじゃあお願いします。皆様こんにちは。安城七夕祭りは8月4日から6日までの3日間開催されます。会場は JR 安城駅から名鉄南安城駅周辺一帯で、どちらも駅を降りてすぐ会場というアクセスの良さが魅力です。安城七夕祭りは4大イベントを行っています。1つ目は願い事短冊です。およそ6万枚もの願い事短冊が集まり、夜にはライトアップされます。2つ目は願い事風船です。願い事が書かれた風船およそ3000個が一斉に大空へ解き放たれます。3つ目は願い事キャンドルです。幻想的な雰囲気の全国で唯一の安城七夕神社に飾られます。ちなみにキーボーはそこ安城七夕神社に住んでいます。そして今回新たに願い事スクリーンというのがあります。皆さんに書いていただいた願い事が大型のスクリーンに映し出されます。これらのイベントは誰でも参加できるイベントなので、ぜひお越しください。お待ちしております。ね、キーボーもね、後ろでちゃんと PR してくれてましたけれどもね、やっぱ2位になって嬉しいんじゃないかな、今日は特に。そうですね、もうはしゃいですもん、はしゃいきっぷりがもう違いますね、本当ですね、うん、ぜひね、皆さん、もうすぐですよね、8月4日から6日というと、そうですね、あの日本三大七夕祭りになっているこの安城七夕祭りなので、はい、ね、ぜひぜひ本当見に行っていただきたいなと思います。では、協賛会の皆さんと、神前大使のお二人、本当にありがとうございました。キーボーおめでとう、おめでとう、すごいね、パフォーマーだね、うん、すごい、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。またね、帰りたくないんだ。そっかそっか、ほぼ強制的に連行されましたね。一緒に連れてかれて、真似、あなたは真似しなくていい。あなた手足ちょっと短いんだからね。行くよ。ね、いいですか？行きますか？3人以上ちょっとじっとしてもらっていいですか？よろしくお願いしますね。はい。はい。はい。最後ですね。ね、どうする？発表する？これ。発表しましょう。しますか？なんで迷ったんですか？しましょう、はい、じゃあ、はい、はい、それではついについについにですよ、皆さん、はい、第1位第1回は6位、第2回は4位、第3回は4位、そして今年とうとう悲願の第1位を獲得しました。三重県四日市市の地元キャラ、哺乳丼くんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、あの四日市市の副市長、哺乳丼くんと一緒にありがとうございます。
郷、お牛丼の息子、小牛丼くん、はい、お父さんのお牛丼は お父さんのお牛丼は首が伸びるのに対して今ね見せてくれてますが、小牛丼くんは舌を伸ばすことができるんです。はい、願い事をしながらこの舌を触ると願い事が叶うそうですよ。ということで、小乳毒おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ではですね、四日市市の無人副市長にコメントをいただきたいなと思います。はい、皆さんこんにちは。今日は本当にこの地元キャラ総選挙でですね、小乳毒くんが栄えある1位になりまして本当に喜んでます。今年の8月1日に四日市市は市政施行120周年になるんですけれども、この記念の年に、この地元キャラ総選挙で第1位と、本当に幸先が良くて本当ですね。すごい。それから小乳道くんはさっきも案内ありましたけど、20年前の市政施行100周年生まれまして、今年20歳になるということで、永遠の6歳とは一応言ってますけど、今日20歳になったんで来年の1月には成人式を他 の, あのキャラクターもご招待してやろうかなというふうに思ってます。四日市の名前の由来はですね、室町時代に、四日の日に市が立ったということで、四という字をものすごく大事に数字をしてまして、この第4回の地元キャラの総選挙でさっきもありましたが、去年も今年も4位と444でつながってるんで、本当にこ の地元キャラ総選挙はありがたい、イベントというふうに考えてます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当に4位ときて、また4回目でグランプリを取るという4位にちなんだですね。もうありがたい。小乳道くん、本当今日は皆さんと触れ合える時間とかはあるんですか？いくらでも舌をこうやって触れるように、やっていただければと思ってますが。そうですよね。ね、お姉さんたちもね、この舌触ると幸せになる。そうなんですね。皆さん、小乳道くんの舌を触るとね、幸せになるというね、噂がありますので、はい、ぜひ触っていただきたいなと思います。近々やっぱお祭りがあるみたいで、8月の5日6日に第4日市祭りっていうのをやりまして近鉄四日市駅から JR 四日市駅まで大々的にやりますけれども、6日の日にですね、郷土文化財行列で日本一のからくり人形の山車があって、これは本当に正真正銘日本一の高さがあって、首がぐーっと伸びて垂れて、で眉毛がつり上がって下がベロンと伸びるというような、その面白いからくり人形がありまして、それが大きな乳道と書いてお乳道と言います。お乳道ですね。お乳道の子供というイメージで、小乳道くんは20年前に作りましたので、本当の親子として、共演はできるかなと思ってますし、前の日の5日には踊りフェスタっていうのがあるんですが、テーマソングを、小乳道くんのテーマソングを今年作りましたので、非常に面白い軽快な、音楽なので、おととしの紅白歌合戦のステップで、小乳道くんのダンス有名になりましたけれども、今年はこの新しいテーマソングでよりパフォーマンスをしてくれると、皆さん期待してますので、ぜひ、第4回市祭りにお越しください。はい、ここからたったの30分で来れますのでよろしくお願いします。はい、意外とに近くて行けるということで、はい、本当に444ときて、また120周年も重なり、そして小乳道くんの成人式も、ね、来年開催されるということで、おめでたいことが続きます。今回1位になったのは四日市市の小乳道くんでした。ありがとうございました。チリッピも合わせて、はい、もう一度ステージにどうぞ。
ったんだけど、あのみひめちゃんのところも8月5日に、はい、あの花火大会が、うん、三和町祇園祭っていうのがあるらしいので、ほんといろんなところでね開催されるということで、いいですね。うん、ね、お姉さん今回の総選挙、ね、はい、ちょっと振り返ってみてどうでした？いやもうあのまだまだ知らないこのね地元のことをたくさん知れて、お姉さんはもう行きたいところが増えました。本当だよね、はい、うん、なんか、うん、ね、みんなに会うたびに行きたいところが増えてって、そうそうそう、魅力をねって思えるようになったので、お姉さんたちにとってもすごい、ね、あの総選挙だったし、もちろんね、はい、この頑張ってくれた地元キャラたちはすごくいい機会だったんじゃないかなと思います。はい、というわけでステージに上がってくれましたが、ね、ごめん、とっても賑やかになりましたね。いっぱいだ、ぎっしりですね。ぎっしり。あ、もっと前にどうぞ。はい、で、ね、山頂のお姉さんたち、どうぞ。はい、おいで。はい、ね、ね、ね、もう皆さん今シャッターチャンスじゃないですか。そうですよ。はい。いいですね。すぐ向けてくれる。ください。ではですね、まあ、はい、この総選挙の締めくくりということで、はい、今回から開催されました、ジモキャラダンスコンテストのテーマ曲、課題曲の進め地元マーチをですね、最後にみんなで踊ってこの総選挙を終わりたいと思います。はい、前の方に登場してくれたのはパンキングタイと一緒にお手本動画を撮ってくれましたアモレカリーナ名古屋のみんなです。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、また来年もね、うん、ぜひぜひ皆さん応援していただいて、そしてね、はい、素敵な地元に足を運んでいただきたいなと思います。それでは最後に聞いてください、進め地元マーチ。前前後ろ前前